こんにちは、社長です。今日はですね、ちょっとある場所にお邪魔しております。はい、早速なんですけど、ちょっとゲストの方を、僕がゲストですね、ちょっとお呼びしましょう。お願いします。よろしくお願いします。リッチです。お願いします。お願いします。今日はワールドラバーマーケットさんにお邪魔しております。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。この先ほどチャンネルにデビューですね、私。そう、デビューや。こちらこそ光栄でございます。今日は、今回何をしていくかというと、ちょっとシダをしていきたいんですけども、ワールドラバーマーケットさんで売られている木製2、はい、木製2、はい、ブルースポンジ、ブルースポンジ、はい、こちらをちょっと今日はシダをしていきたいなと思います。結構カットマンでこれのシダ動画とかって見ないですよね。そうなんですよ。攻撃マンの選手が、はい、あの結構いろんな人使ってくれたり、動画も出してもらったりとかしてるんですけど、はい、あのカットマンすごく気、私もめっちゃ気になってるんですよ、はい、僕もめちゃめちゃ気になってて、はい、粘着自体もあんまり使ったことないので、はい、あ、それ楽しみです、はい、カットどうなるのかなっていうのは、もう全然ダメかもしれないし結構未知なんですけど、はい、もうそんな感じで言ってもらって大丈夫です、はい、あのもう、はい、全然ダメだったからあーもうってから、わかりました、はい、早速じゃあやっていきましょう。お願いします。お願いします。じゃあ早速、はい、じゃあ、ポーチからお願いします。想像してた粘着よりかは、距離は出るかなっていう。ああ、本当ですか。はい、なんかもうちょっとこう、ベタベタして、こうなんかネット水しそうなイメージが勝手になったんですけど、もっと飛ばへんもんやと思ってた。はい、ちょっと割かし飛んでいくかな。はい、ちょっとドライブいきます。はい、上がりますね。上がります。めっちゃ上がるっすよ。なんか階段が。木製本当に、あ、上の上がり方が結構やばい。はい。もう水平に打っちゃって全然。そうですね。結構上から、ね、前からも打てるし。はい。はい、そう。もうちょっとネットミスするかなと正直思ったんですよ。はいはい、はい、やっぱ粘着のパチッとか飛ばないとか硬いとか思ったんですけど、今のところ結構上がってますね。そうですね。39度でしたよね。はい、39度です。思ったよりでも硬さってそこまで感じないなっていう、意外とまだ強氷とかと比べるとちょっと柔らかい感じがあるんで、はい、そうですね、ちょっと食い込みもあるから。そうなんですよ。私もそれでちょっと使っ、はいはい、ちょっと柔らかいのがいいなっていうので、うん、ガチガチよりか一つ落としてちょっと飛ばしやすいのっていう。なるほど、確かに確かに。ストレスなボール走ってる。あ、でもかかってる。大事っすね、そのちょび大事っすね。粘着でちょびの前やるし。朝倉選手もいいですね。ああ。選手の系ってやっぱり深く行くから逆に取りやすかったりするから。そうですね。軌道が変なんで、あのワンチャン強い人にちょっと。そうですね。切れられるっていう。わあ、かかってる。癖出る割にそんなに使いにくくないっていう。テンションまでもいかないし、みたいな。はい。ほんとちょうど間みたいな。そうですね。テンションと粘着のちょうど。うん。ちょっとじゃあ、はい、強ダメで。あ、はい、インパクト強いよ。おお。いいっすね。インパクトを強く出せる人いいっすね。パッ。今あんま出せない。おお。おお。めちゃくちゃいい球強い。全然ぶつけても、上には上がるんで、はい、だからそこ気にせずいけるなっていう感じありますね。あ、じゃあカットを。本命ですね。本命のカット。やっぱ無理だわって。おお、普通に良さそうだけど。粘着、はい、まず全然使ったことなかったんで、はい、そもそも粘着がこうめっちゃコントロールしやすい。あ、コントロールしやすい。はい、それ結構回転の影響もか、なんかカチカチの粘着よりかはちょっと受けづらいです、はい、ちょっと食い込むんで、はいはいはい、そこもちょっといい、あの、いいかな、その影響もつくと、はい、そういうとこですね、細かいところが。確かにループとか緩い、なんかこういう処理ドライ、こういうのに対してあんま影響受けずに。確かに。ああ、ごめんなさい。安定感やばいです。安定感。ちょっとじゃあナックルも出してみていいですか。あ、はい、ナックル。
すごい飛ばないすごい、すごい、ちょっと打球感違いますかね。違うね。なんか逆に言えばこう勝手に飛んでいかないから、うん、ああ、なるほど、かけないっていうのは難しい。ちょっとかかっちゃうほど、うん、ダッフル出すのは距離出ないからちょっとコントロール難しい。そうですね。なるほど、あ、そうなんですね。いつもテンションだったらもう当てとくだけでちょうどいいぐらい入るから。確かに確かに。ダッフル返すけど、そこの力の加減が難しい。はい。そうか、キレやばそうですね、回転量とか。そうです、打ち切りの方がやっぱり切ったらもう先ほどもその得意分野のそのこれやばい結構すごい、もう速そうないけど切れてる、ちゃんと返ってくるし、うわ、あ、これやばい、やばいってわかる。やばいけど、やばい。やばい。やばいよ。やばいよ。球の軌道がこうやもんね。適当に振ってもなんかこう入る感じがある。あの回転を受ける感、粘着やるけどそんな受ける感じもしないですか。なんですかね。思いっきり振っていい感じだからそのもう自分の回転できちゃうっていうか。まあそうだね。もう上書きしちゃってるから。はい、上書きしちゃってるから。後ろからもし ドライブとかできるもんですか。ちょっと一本カットするんで。あ、そうですね、はい、それでなんかそれで届くのかなっていう。おー、ひどい。うねりますね。すげえすねってきますね。なかなかうねる。おー、なんかうねりすぎ、うねりすぎ。そうなんだ。うお、うん、いい、すげー、めっちゃ楽しい新発見。おお、すごい。むしろやっぱ後ろからのこう、より弾道が、うん、二足っていうかこっちのほうと来てからの伸びがすごいので、はい、ですよね、結構目合わなさそうですね。そうですね、結局はなんかミスるとか、はい、いいと思いますこれ、普通にすごいですね。あれ、悪いとこか。悪いとこになる多分ですけど、はいはい、まあ、グチさんのボールって基本回転かかってるから、はい、逆にこう上書きしやすい、ある意味。あー、なるほど。ただ緩いボールとか、うん、そうす、回転かかってないボールってなった時に、うん、多分粘着だとちょっとこう扱いがコントロールが難しいのかなと思います、ね。うん、そうね、その細かいところは、うん、まあそこってまあ粘着自体のデメリットだと思うんで、まあそうですね、はい、その普通はその粘着の中でも全然使いやすい部類だと思うんで、つっつき、そうだよね、はい、つっつきやっぱつっつきも深くはならないですよ、深くっていうかテンションみたいに。あ、そうです。でも速くはならないですよ、まあ、飛びすぎないんで本当に、うん、浮きはしないのかもしれないけど、おお、切れてるね。振ってもやっぱ収まるっていうのはありますよね。ああ、そうですね、うん、結構思ってた以上に使いやすい。思ってた以上に使いやすい。これは嬉しいです。いいですね。なるほど、なるほど。はい、じゃあちょっと木製2知らさせていただいたんですけど、思ったよりその扱いづらさっていうのは全然感じなくて、使いやすさもありつつ、でも弾道はしっかり粘着のいやらしい弾道を出せるなっていう印象があります。で結構やっぱ飛びますね、うん、その攻撃の時はしっかり。でもカットはしっかりその粘着でしっかりボール持つん で上書きできてしっかり切ることができる、はい、ちょうどいい粘着のいいとこ取り的な感じなんですね。やっぱりめっちゃ嬉しかったです。今回僕39度使わせていただいたんですけど、36度もあります。ちょっと柔らかい版です、はい、はい、でもっとこうコントロールしたいなとか思ったら36度も選べるの で、はい、ぜひちょっとチェックしてみてください。はい、じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。